視聴者の皆さんから、作品を愛してくださっている皆さんから質問疑問を募集いたしました。こちらも私がバンバンお答えしていきたいと思います。煉獄を演じていて難しいと思ったことはありましたか？セリフのやっぱその圧のさじ加減ですかね。全部を全部強く大きい声で発声すると、それはそれで、ね、大事な一番立たせたいセリフの部分が立たなくなったりもしますし、かといって普通に喋ってしまうと煉獄さんの特徴の部分がね、熱い特徴の部分も薄まってしまいますし、そのなんかさじ加減っていうのが非常に難しかったです。続いて煉獄のうまいを聞かせていただけませんか？いきますよ。うまい大丈夫かな割れてないかなもう一回行こうか。じゃあもう一回ね、もう一回行くよテイク2です。行きますよ。うまい大丈夫かな